見て見て、チビウサできたぞ。マモちゃん、ごめんね。アルカさんとあんな風に一緒にいて。俺はウサを信じてるよ。私前にね、マモちゃんとミチルさんが一緒にいた時、すごく嫉妬しちゃった。バカみたいだよね。俺だっていっぱい焼いてるよ、焼き餅あいつに。でもきっと何か訳があるんだよな。いつもお前に何か言いたげな顔してるよ、あいつ。何か苦しい訳があるんだと思う、あの二人には。そうだよね、そうなの。あの時はるかさんの苦しさが、切なさが伝わってきて、思わず涙が出たの。あ、チビウさんを起こさなきゃ。いいよ。え？止まってけばいいよ。仲直りしたみたいだね。そうね。